こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。今回は、少し前にご紹介した、セーターの方をほどいて糸の方にね、こう戻してみましたという動画の方をね、出したと思うんですけれども、ですね、全部ほどいてお洗濯をして巻いてみました。結構ね、量が取れたんです。それで、こんな感じの量が取れたんですけど、ちょっと画面にいっぱいで入りきれないんですけど、本当はね、このくらいな感じの大きさのものがもう一つあったんですけど、娘もね、靴下をこれで編んでみたいっていうことで、一つ先にね、娘が持ってやってみたいってことだったので、娘にね渡したので、この一玉ぐらいの大きさがね、もうプラスでありました。これでちょっと見切れてるね、 52.1、 だいたい 50g の大きさのものをちょっとね、測って持っていったと思うので、1足分ぐらいの量をね、持っていったと思います。これ2つでも足らないんだね。このぐらいでだいたい50ぐらいな感じになりますね。これでもちょっと微妙に足りない。2個と小さいの1つぐらいですかね。で、靴下が編めるかなっていう感じでしょうか。これだと50ちょっと出るので、これね、 49.9、 このぐらいですかね。まずは、そしたらこの3つを使って、まだね、たくさんあるので、一番最初に言っていた、靴下をね、編みたいなと思って、どうしてもね、結び玉は出ちゃうと思うんですけれども、ちょっと最初にね、結び玉が出ると、つま先の方に出ると嫌なので、編んでいこうかなと。ちょっとずつですけれどもね、手が慣れてきたのかなと思うんですが、ちょっと針がですね、わかるかな、画面で。ちょっと怪しいんです、針が。見てわかります？こっち側がね、こっちは割とまっすぐだと思うんですけど、こうするとわかるかな。こうするとわかりますね。曲がってるんです。私の力、これがね、なんか折れそうで怖いんですよね。いくつも練習してたら、多分私のね、力任せにこう変に力が入ってたんだと思うんですけれども、ちょっとね、歪んでしまいまして、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、私はこの最初にぐるぐると巻く巻き方のスタートじゃない、これで覚えてしまったので、これじゃないと編み方がわからなくなってしまうんですけれども、これ試しだからいいですね。何か1本
ばほどいた糸なので何か一本足して編んだ方のが丈夫なのかもしれないんですけれども、ちょっとね何を足して一緒に編んだらいいかがちょっとわからなくて、まあ、試しなんでね一本取りで編んでみようかなと思っております。でいつも使ってるこれは1号の80センチの輪針使ってるんですけれども、編み方のね説明はできないんですけど、去年一昨年だったかな、本当の本当に靴下の編み方が全然わからなくって、一番最初に動画を上げた時にもうね今でも忘れられないですね、恥ずかしいんですけど、こう編んでいて、ちょっと待ってくださいね、今ここほどけないようにもう一段編んじゃいますね。これを編んでいて裏と表と多分間違えちゃったんですよね。何段か編み進めてからそれを気づいて、なんでなんでって言ってる動画がねあると思うんですけれども、去年じゃなかったと思います、一昨年かな、動画上げて数ヶ月ぐらいの時ですかね。このままこうやって返して編めばよかったんですけど、なんかやってるうちにこれをこういう風に見てこういう風に持って編み進めていってたらしいんですよね。どこまで編んだかちょっと忘れちゃったんですけど、そうすると裏面が今出てるじゃないですか、裏面のまままたそのまま気がつかないで表を編んでたらしくって、編み上がった時の靴下のつま先の部分ですね、こうなってるところにここに一本だけガーター編みの目が出てしまって、靴下編みのところにね出てしまって、なんで私のだけここに一本線が入ってるんだろうって、なんかどうしてっていう動画がね残ってるかと思うんですけれども、そのくらい本当わからなくてもうすごい恥ずかしい動画があると思います。懐かしいですね。もうねなんとか編めるようにはあ逆を引っこ抜いちゃった、あいいんだこっちだ、ちょっと失敗した動画のお話をしたら動揺しちゃった。靴下としてはもう形に編めるようになってもう何足も履いているんですけれども、ちょっとね今ではいい記念動画になっておりますが、その時はねすごい恥ずかしかったです。動画撮り終わった後もいやなんでこんな恥ずかしい動画残したくないとかってね思ってね、動画終わった後にやだどうしようってずっと言ってたと思いますね。まあでもそういうのもねあってもいいかなと、最初から何でもできるわけじゃないので練習すれば、私みたいにねそんな失敗する人でも練習すればできるようになるっていうのがね伝わればいいかなと思って動画の方はそのまま残してあります。とっても恥ずかしいんですけれどもよいしょ、今のところそうですね編んでいて気になった点としては
やっぱり新しい糸ではないので、ちょっとね、あの糸自体がほわほわこう毛羽立ってるみたいな感じの、うん、印象はあるんですけれども、印象はっていうかちょっとねほわほわしてる感じがあるんですけれども、すごく編みづらいっていうわけではないですね。でちょっと私あの糸洗ってこうピンって伸ばすのがねちょっと緩かったので、少しまだチリチリって糸がしてますけれども、もうちょっとねスチームアイロンとかでねあのチリチリっていうのを伸ばしていれば、もうちょっと編みやすいのかもしれないですね。増やすところ間違えちゃった。やっぱまだ編みながら、靴下は編みながら動画を撮るのはまだまだ緊張しますね昔の記憶が蘇るのかしら。またあの失敗をしてしまったらって思うとちょっとドキドキしてるのかもしれないごめんなさいね、ちょっと夕方に今動画をね撮っているので、ちょっとあの表の鐘の音が入ってたらすいません。どうですか、やっぱたまにこうボソボソっとした感じのところはあるんですけれども、編み上がったらね、まあ、そんなには気にならないと思うんですけれども、うん、今のところはちょっと無理かなっていう感じはないですね。編んでいての気になる感じっていうのは、糸がほわほわっとちょっとしているので、新しい糸とね比べたらそれはしょうがないことなんですけれども、でもねあの処分しちゃおうかなって思ってたものをちょっと実験的にねやっているので、それでね靴下が完成したらっていうか完成させるんですけれども、普通にねあの履いて何回も洗濯してっていうのが OK な靴下にできたらいいですよね。そしたら今まで着ていたね、まあ、セーターでもセーターじゃなくてもそうですけれども、ベストとかでもね、マフラーとかもあるかもしれないですけど、まあ、長さが取れる糸とかでねうまくこう無駄なくね使えてこれはこれで一つの作品として、別の作品に蘇らせればまた使えるということでいいんじゃないかなとは思うんですけれども、あとはね強度的な問題がちょっとまだね編み上がっていないので、編み上がってもねやっぱ履いて繰り返し履いてお洗濯してっていうのをしてみないとねわからないので、こちらの方はねこんな感じで試していきたいと思います。ちょっとね前回の動画の方がすごく長くなってしまって、ちょっとそれを踏まえて今回はちょっと短めにしてみようかなと、本当の先の方だけになってしまったんですけれども、こちらのセーターをほどいた糸で靴下まずね一作品目としては靴下を編んでみたいなと思って、いやでもねこれ一作品目というか靴下はいくつか編んでみたいなとは思ってるんですね。かかととか変えたりとかしてもまたね色を変えても面白いかなと思っているので、
何足かはこの糸でね靴下を編もうかなと思っておりますので、またその都度お知らせできたらなと思っております。で今回はこちらの糸で靴下を編み始めましたという動画になりました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆずねこでした。バイバーイ。